スタメン出場して、まあ、2試合目になりました。今日全体振り返ってください。そうですね、前半いい形で点取れたんですけど、まあ、ミス絡みで2失点してしまったので、まあ、後半、まあ、自分たちの形でなんとかゴールを奪いたいなっていうところで、構成をかけてたんですけど、まあ、逆転するまでに至らずっていう感じ、まあ、みんな本当にすごく頑張ってたんですけど、まあ、そこを最後のところで決めきれずっていうところで、まあ、そこは少し残念ですけど、はい。まあ、失点場面はまあ元よりですけれども、全体通じてこうやっぱりボールを保持できた中で相手も押し込めて、さらにこう引いた相手を崩しきるところまでチームでできてたのかなっていう。そうですね、まあ、前半は相手が結構前からはめに来て早く過ぎみたいな中、まあ、そこをうまく剥がしてチャンスを作りそうですけど、まあ、逆にまあ後半は本当にベタ引きというか、本当にゴール前に、まあ、5前5、4、1で固められてっていう中で、まあ、どうやって相手を引き出しつつそこを狙っていくかっていうのを、まあ、ボールを回しながら、みんながゲームを見ながらというか、相手の動きを見ながらそこをついていくっていう、まあ、練習通りの形なんですけど、まあ、その中でいくつかチャンスもできていたので、その中でゴールを決められたらよかったのかなっていう気がします。まあ、なかなか引かれてる中でやっぱりセットプレー大きかったと思います。ゴールの場面、はい、振り返ってください。まあ、やっぱりあれだけ引かれるとなかなかね、崩せないっていう、まあ、試合も出てくると、そういう中、まあ、センターバックの選手としては守ってるだけじゃなくて、フリーキックのセットプレーでゴールを奪えれば みんなが楽になると思う、まあ、そういう意味でセットプレーは常に狙ってたんですけど、本当にいいボールを来て、優平にすごく感謝してます、はい。実はこのスタジアム相性良いみたいですね、だいぶ。そうですね、2003年の J リーグ初ゴールが、まあ、このヤマハスタジアムで、まあ、本当全く同じ形というか、イン巻きのボールにヘディングでニアで決めるっていう形だったんで、まあ、本当は試合前からちょっと意識はしてて、そういうボールが来たら決めたいなと思ってたんですけど、まあ、本当に優平のボールが素晴らしかったので本当に感謝してます、はい。また中3日でもう、中2日ですね、すぐホームに戻ります。ちょっとその試合に向けて意気込み最後お願いします。もう本当に切り替えて、なんか2日しかないのでしっかり体を回復させて、まあ、本当に総力戦になると思う、まあ、誰が出てもまた同じようなサッカーをしつつ、まあ、ホームなので、ヴェルディらしいサッカーをして、まあ、相手を圧倒して、勝ちたいなと思います。